3連戦の初戦放送席、放送席、そしてマリーンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事接戦をもぎ取りましたマリーンズ、今日のヒーローは藤原恭大選手です。ありがとうございます。さあ、まずはバッティングの方から振り返っていただきたいと思います。5回反撃ののろしを上げる2点タイムリーツーベース、あの打席振り返っていただけますか。そうです、まあ、ローキが、頑張ってくれてたので、まあ、なんとか、点を取れるようにという気持ちで、打席に入りました。貴重な貴重なタイムリーとなりまして、その後同点に追いついてからゲームが均衡する中、チーム内ではどんな声を掛け合っていらっしゃったんでしょうか。しびれるゲーム展開の中、チーム内ではどんな声を掛け合っていらっしゃったんでしょうか。そうです、まあ、チームの雰囲気はすごく良かったので、負けててもやっぱりベンチも盛り上がってたので、まあ、点を
取れる雰囲気はすごくありました。そして延長10回、あの回先頭バッターでした。粘って粘って10球目フォアボールを選びましたけれども、打席の中での意識というのはどうだったんでしょう。なんとか、フォアボールを取るっていう気持ちで打席に入ってたので、まあ、そのような形になったので良かったなと思います。そしてその後決勝点となるホームイン、ホームを踏んでどんなお気持ちでした。まあ、大塚コーチと、浅いフライでも行くぞっていう声かけをしてたので、まあ、浅いフライでもしっかり変えることができたので、まあ、いい走塁ができたかなと思います。そして投げては先発の佐々木朗希投手が粘りの投球、日本人投手最速タイとなる165キロの球をビュンビュン投げ込んでいらっしゃいました。後ろで守りながらどういうふうにご覧になってました。まあ、後ろから見ていて、まあ、結構連発したので本当に、すごいなというか、一緒の人間じゃないのかなというくらいの、すごい人なので、まあ、今日は、点を取られてしまったんですけど、まあ、いつも助けてもらっているので、今日は、援護できてよかったなと思います。その後も息詰まるしびれるゲームをブルペン陣が守りきってくれました。さあ、カードの頭を取りまして、明日もここ京セラドームで試合が行われます。意気込み、そして力強いメッセージを最後にお願いいたします。まあ、明日からも、こういう接戦が続くと思うんですけど、やっぱりこういうのを、ものにしていかないと優勝できないと思うので、まあ、明日からも、しっかり勝てるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。今日のヒーローは藤原恭太選手でした。ありがとうございます。地元大阪でヒーローに輝いた藤原恭太のヒーローインタビューでした。藤原の働きというのは今日非常に大きかったですね。そうですね、はい、3点取った場面なんですけどね、今1点しかならないと思ったんですけどね、やっぱあそこでね、ツーベースというかね、まあ、長打でね、なお自分がね、こうセカンドも逃げたっていうのね、あれ大きかったですよね。でそこからのね、まあ、ツーアウトになってからの同点がね、やっぱね、藤岡選手もね、やっぱり何が何でもっていうね、そういうあれが出てましたよ。まあ、そういった意味では本当にこう、まあ、打線のつながりというか、なんとかこう食らいついていこうっていう、そういう、まあ、ゲーム展開というか、選手のこの意気込みというか、そういう意識、無意識というか、そういうのは見えましたよね。今シーズンも開幕して非常にこうチーム内での大きな働きを担っている藤原恭太、今日の試合も、打って、そして走って